これまでのモンストアニメ。俺は穂村蓮、アメリカから来た転校生のマナ、葵、ミナミ、アキラたちと一緒に日々街に現れるモンスターをモンストで退治している。モンスターを引き寄せるというエナジーポイントを見つけてもらうため、モンスター界の最強の預言者ノストラダムスを探すことに。ノストラダムスの予言を受信することができるアンゴルモアの力を借りて、ノストラダムスの居場所を割り出した。あいつ予言受信する感じがほぼオートである。気持ち悪いである。まあそこは目をつぶろう。見つけた、あそこにノストラダムスがいる。この辺りだよね、ノストラダムスがいるのって。うん。安定の木くるみ扱いであるな。シュートお前もな。ナッショー。どこにいるんだろう。いたら目立ちそうだけどな。うん。いました、ノストラダムス様。え、いた。イメージ通りすぎ。あのずっと探していたんです、あなたのことを。うん、そうか、いつものことじゃよ。うん、俺たち探してるものがあって、その場所を予言してほしいんです。エナジーポイントって言うんですけど。おじいちゃん、こんなとこにいたのね。もうあちこち探したんですから、さあ行きますよ。え、あのノストラダムスさんですよね。ああ、ノストラダムス、アンゴルモアと一緒にモンスターの世界から来たんじゃないの。ああ、どこから来たか聞いてますよ。こういう時はなんて答えるんだっけ。西日暮里。はい、よくできました。本当おじいちゃんは東京タワー好きね。あっちですよ、あっち。ノストラダムス様は。ああ、ここにいるのバレちゃった。予言済みだけど。ノストラダムス。そうダムス。いや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 、ノストラダムス様、今までそんな喋り方したことないじゃないですか。いいでしょ。あのノストラダムスに予言してほしいことがあるんだ。そう、この方々はそのためにここまでおいでになったんです。そうダムス。君が占いをしたくないってことはアンゴルモアから聞いたんだ。でもどうしても占ってほしいことがあって。どうかお願いできませんか、ノストラダムスさん。お願い。ごめんなさい、もう予言はしたくないの。もう絶対。しかしノストラダムス様、今なお類いまれなる予言の力をお持ちです。したいと思っていなくてもあなたは予言してしまうはず。見える、三角山がぺっきりいっちゃう。え、三角山ぺっきりいっちゃう。確かに見えたの、山っぽい何かが。ん、どういうことでしょうか。ん、そんな山どこにもないであるぞ。やっぱりそうなんの。今の予言を受信してプリントアウトしてるんだよね。ありえない。何何、天へと伸びる赤の塔は痛みとともにその役目を終えるのであろう。角のこと。また当たっちゃった。さすがです、ノストラダムス様。こんなことがまた当たっちゃうなんて、自分の言葉でもう誰かを傷つけるなんて。いやー、ああノストラダムス。葵ちゃん。
こうなることも予言済みだけど、うん、力になれるかはわからないけど、私も大事な人を傷つけちゃったことあるんだ。その時は相手のおかげで、その人が一歩踏み出してくれたおかげで仲直りできたんだけどね。だから人を傷つけてしまったモヤモヤはわかるなって。私のことなんてあなたが抱えてるものよりずっとずっと小さいと思うけど、よかったら話を聞かせて。うん、私ね、生まれてから一度も予言を外したことがないんだ。おばあちゃん、はい、忘れ物、予言済みだけど。当たればおばあちゃんに褒められたりしてね、嬉しくて頑張ってた。でもひどいことも起きた。ひどいこと？私の予言はいいことだけじゃなくて悪いことも必ず当たるの。悪いことを予言してそれが現実になってしまった。例えばタンスの角に小指をぶつけるとか、うちに帰ってから前歯に青のりがくっついてたことがわかるとか。だいぶ細かいでやるな。あとは隕石が落ちるとか。隕石！話でか！いろいろな振り幅すごすぎてやるぞ。でもね、一番ショックだったのはね、私の予言で親友の女の子を傷つけてしまったことなの。その子が片思いしてる男の子がね、他の女の子と付き合うイメージが見えちゃって、私はその親友に言ってしまったの。あの人はやめた方がいいって。私はその子に傷ついてほしくなかった。それからすぐに予言は当たって、その男の子は予言通り別の女の子と付き合い始めた。そうしたらその子は言ったの。私が嫌なことを言ったせいでこうなったんだって。大嫌いって。そんなことがあってから私は未来が見えてしまってもそれを人に言いたくなくなった。人に会うのも怖くなっちゃったの、少しね。そっか。いつまでもこのままじゃいけないのかもしれないけど、あなたも、あなたたちにも言いたくないことがあるの。どういうこと？私、あなたたちの未来を見てしまった。これからすぐ起きること。何が？どんなことが起きるんですか？でっかめな卵がかえって、みんな、みんなが大変なことになっちゃう。みんな戦いに巻き込まれて、私は。汚れを憂う者が現れし時、空は絶望に覆われる。でも全部の予言が本当に起きるとは限らないよね。うん、わかるの。あなたたちが戦う相手も私にはわかってる。相手？それは誰？それは、地上は汚れてしまった。なんだあれは。あいつの名はシャンバラ。なんてデカさだ。こんなのと戦うの？これ以上周囲に被害を出すわけにはいかない。モンスト！
ワルパゲリス。相変わらず言えてないし。カムイ龍馬、おう、先手必勝せよ。いっけー、戦っちゃダメ、良くないことが起きる。なる、一口ゲロ。戦うとヤバいであろう。ほとんどまんまの時もあるんだね。貴重。稲光が突き刺さっちゃう。数えきれぬ稲妻が落ち、大地を切り裂くであろう。あ、それってあれのことでしょうか。何あれ。これじゃ本体に近づけない。あれじゃない。え、何ですか。私が予言したの、あんなのじゃない。そうなの。じゃあ何なんでやる。 あれ。なんだ。そんなのわかんないだろ。わかる。だって私見えちゃったんだもん。だからってそのまま受け入れるのか。絶対当たるもん、私の予言。でもなんかしなきゃ何にも変わらない。行こう。行こう。あなたの予言がどんなものであっても、私たちの力できっと何とかしてみせる。だから私たちと一緒に行こう。あの手がある限り本体には近づけない。それならまずは手だけ集中攻撃。はい、私たちも行け。チクッとしますよ。ストライクシャット。あまねく大地に神の祝福を。あの右手を攻撃したら攻撃力が下がった。私が大事な友達を傷つけちゃった時は
その友達が一歩踏み出してくれたおかげで仲直りできた。でも思ったんだ、私も自分から何かすればよかったって。私にだってできたはずのことをしなかった。未来は私にも変えられる。きっと私たちにも。次回のモンストアニメは、輪廻へ導く菩提樹の宣教。あいつを倒せる手があるかもしれない。私たちタワーに行ってくる。大事なのはきっと変えたいって思いなんだ。